こんにちは。音楽のサブスクで80年代から90年代の音楽ばかりを聴いている折り紙パンダです。いつもこのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。はじめましての皆さん、ぜひお見知りおきを。このチャンネルではシンプルで可愛らしい作品やリアルで複雑な造形のかっこいい作品など見ているだけで楽しくなる、そんな折り紙作品を動画でわかりやすくご紹介しています。折り紙に詳しくない方にも気軽に楽しんでいただける、そんな内容になっていますので、ぜひ最後までお付き合いください。なお、紹介する作品については、作者の方への敬意、創作品における著作権保護などの観点から折り方の詳しい解説は省略しております。ご理解のほどよろしくお願いします。さてさて、本日ご紹介するのは、叩く、殴る、蹴る、ケルベロス、神谷聡さんの作品です。この作品の難易度は5段階表示で5、推奨の折り紙サイズは50センチとなっております。皆さん、お手元に折り紙のご用意はできましたか？それではレッツパンダ。はい、それではケルベロスを折っていきます。まずは三角方向に折り筋をつけていきます。次に四角方向にも折り筋をつけて裏返します。半分に折ります。真ん中の部分を潰しながら、裏表両側にひだを作るように折っていきます。残りの部分も同じように折っていきます。角を上へ折り上げて折り筋をつけます。全体の角をまとめて下へ折り下げて、真ん中の折り筋でひだを折り返します。角をまとめて上へ折り上げます。反対側も同じように折っていきます。裏返してついている折り筋を使ってつまむように折りたたんでいきます。内側を広げて潰すように折っていきます。しっかりと折り筋をつけたら戻して、つけた折り筋で沈め折りをしていきます。内側に折りたたまれた角を引き出して、引き出した縁を中心線に合わせて平らになるように折りたたんでいきます。こちらの縁をこの折り筋に合わせて折りたたんでいきます。縁に合わせて中割り折り、さらについている折り筋で中割り折り、角を斜めに折り上げて内側の角を引き出していきます。左右の縁に合わせて真ん中の角を折り返します。内側を開いて折り筋の交点に角を合わせて折っていきます。左右で斜めに段折り、先端部分を折り返して両側の角を斜めに折っていきます。他の2箇所も同じように折っていきます。半分に折っていきます。こちらの角を斜めに折り上げて縁を引き出すように折っていきます。引き上げた角をつまむようにして折りたたんでいきます。縁と縁を合わせるように折り筋をつけた後、つけた折り筋で中割り折り、この交点を支点にして斜めに折り筋をつけます。つけた折り筋で沈め折り、残りの2箇所も同じように折っていきます。足をつまんで立体的にしていきます。お腹の部分を段折り、角を内側へ折り込んで背中の部分を押し込んで立体的にしていきます。鼻先や
顎の部分を押し込んで立体的にしていきます。全体的に形を整えたら、はい、これでケルベロスの完成です。今回おりましたケルベロス、ギリシャ神話に出てくる冥府の入り口の番犬、3つの首と蛇の尻尾を持つ凶暴な怪物です。今にも襲いかかってきそうな迫力満点の佇まい、大きく開いた口からは今にも激しい咆哮が聞こえてきそうですよね。折り紙の創作において、その構造上均等な形をした奇数の数を織り出すというのは非常に難しいと言われています。そんな中、この作品は3つの頭を全て同じサイズ、同じ造形で織り出していて、作者の並々ならぬ創作意欲を伺わせています。またインパクトのある頭部のみならず、四肢や尻尾の先に至るまでとにかく緻密に一切の妥協することなく仕上げられています。織り工程の途中では紙の厚みが増して非常に織りにくくなる箇所もあるんですけれども、中盤から後半にかけてはそれらを分散して紙に負荷がかからないような設計になっていて、そちらも非常に秀逸かなと思いました。正直かなり難易度の高い作品ではありますが、それ以上の達成感を得られる魅力満載の作品でした。作者の神谷聡さんは1981年生まれ、愛知県名古屋市出身の方です。かつて人気を博したテレビ番組テレビチャンピオンの第3回折り紙王選手権で優勝、以来同番組で前人未到の5連覇を成し遂げたという化け物のような方です。その後は折り紙の知見を深めるために渡米、現地の折り紙作家さんたちと交流を深めたりと精力的に活動されています。神谷聡さん、名実ともに日本を代表する折り紙作家さんの一人です。本日おりましたケルベロス、こちらの神谷聡作品集2という本に詳しい折り図が載っています。他にも魅力的な作品がたくさん載っているめちゃくちゃおすすめの一冊、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひお手に取っていただければと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、ためになった、折り紙を折ってみたくなった、そんな風に感じていただけたら光栄です。皆さんからのご意見やご感想をいただけると今後の動画作りの大きな励みとなりますので、よろしければぜひコメント欄にお寄せください。あとチャンネル登録がまだの方、この機会にぜひ。本日はこれでおしまい。人間の幸福度というのは絶対的幸福感と相対的幸福感があると言います。絶対的幸福感というのは、例えるならテストで100点満点を取ること、間違いなく絶対的な幸福ですよね。対して相対的幸福感というのは、仮にテストの点数が70点とか80点だったとしても、周りにいる50点の人と比較することで得られる、いわば優位性のようなもの。ただそれ以外に幸福度を上げる伸び率というものがあると言います。いつも90点を取っている人が頑張って勉強して95点を取った場合、いつも30点しか取れない人が頑張って勉強して60点を取った場合、点数で言うなら95点の方が高いことは一目瞭然ですが、どちらがより幸福感を感じるか
と考えた場合、それは言うまでもありませんよね。そう考えると、新しいこと、苦手なことにチャレンジして小さな成長を重ねることっていうのはとても有意義なことなんだなと、そんな風に思います。僕にとってこうして YouTube で発信をするというのも一つの挑戦です。不器用なりにも日々勉強しながら動画編集を続けて、少しでも皆さんに楽しんでいただけるよう試行錯誤しながらお届けするというライフワークが、大変っちゃ大変なんですけど、非常に楽しみながらやらせていただいています。今日こうして見てくださっているあなたにも感謝です。それではまた次の動画でお会いしましょう。折り紙パンダでした。またね。バイバイ。